今回はこのコロコロかわいいニットボールの編み方をやっていきたいと思います。私はニットボールは、娘が2人いるのでこんな感じでいろんな色で編んでヘアゴムにしたりするんですが、いろいろ使えると思います。オーナメントで使ったり、リースを作ったりするときに使ったり、ストラップとか、いろんなパーツに使えるので、やっていきたいと思います。今回は5号のかぎ針とこのコットンのピンクの糸を使っていきます。もちろんこういう、毛糸はね、何の色でも構いません。まず基本の円の編み方からやっていきます。くるくるっと2周巻きつけて、中から取ってきて、ここから編み始めになります。まず立ち上がりに鎖編みを1回で、この中に細編みを6回入れていきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回。はい、このように細編みを6回編んだので、中心に寄せてあげてこういう状態ですね。で、編み始めの糸端を引っ張って動いた方をギュギュギュッと引き締めて、もう一度編み始めの糸をギュッと引っ張ってかぎ針を戻して、一番最初に編んだこの細編みの頭ですね、ここですね、ここに入れて引き抜きます。これで1段目の円の完成です。次は2段目になります。2段目は立ち上がりが鎖編み1回で、1つの細編みの頭に細編みを2回ずつ入れていきます。まずは根元ですね。この根元も必ず忘れないように編んでください。1回、2回、次の細編みの頭にも1回、2回、このように2段目もぐるりと1周編んでいきます。の細編みを編み終えたところです。合計で細編みを12回したと思います。で、最後この一番最初の編み始めの1個目の細編みの頭に引き抜いて2段目を終わります。はい、2段目が終わりました。続いて3段目は、立ち上がり鎖編み1回で立ち上がりになります。で、3段目は、この根元を1として、1個目が細編み1回、次が細編み2回、次が細編み1回、次が細編み2回、1回、2回、1回、2回と1回2回を交互に、編み入れていきます。まず根元は1回なので細編みを1回、次が2回、1、2で、次が1回で、次が2回、1回、2回、同じように、1周1回2回1回2回と交互にぐるりと1周編んでいってください。はい、3段目の最後の細編みを編みました。で、一番最初の3段目の1個目の細編みの
頭に引き抜いて3段目が終わりました。続いて4段目立ち上がりが1回、ここはですね簡単で、全て1個の細編みに対して、細編みが1回ぐるりと1周していくということになります。増し目なしということですね。立ち上がったので根元に1回、横の細編みにも1回、その横にも1回、こんな感じでどん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 細編みを編んでいって、同じくぐるりと1周してください。はい、4段目の最後の細編みを編んだところです。で、一番最初の細編みに引き抜いて4段目が終わりました。続いて5段目は立ち上がり鎖編み1回。5段目も4段目と全く一緒です。増し目なしで1つの細編みに対して、1回細編み、1つの細編みに対して1回細編みで、4段5段6段が増し目なしということになります。はい、5段目もぐるりと1周してください。はい、5段目の最後の細編みを編みました。一番最初の細編みの頭に引き抜いて5段目を終わりました。続いて立ち上がり1回で、6段目も先ほど言いましたように、1個の細編みに対して1回ずつ細編みをこのように編んで1周してください。はい、6段目の最後の細編みを編みました。同じく一番最初の細編みに引き抜いて6段目が終わります。で、続いて7段目、立ち上がりに鎖編みを1回で、この根元に細編みを1回してください。で、続いては減らし目をしていきます。次の3つ目4つ目を1回で編んでいきます。ゆっくりやっていきますね。まず、細編みの頭に針を入れて取ってきて引き抜く。で、このまま隣の細編みの頭に針を入れて引っ掛けて取ってくる。で、3つになったと思うんで、これを引っ掛けて一気に引き抜きます。これで目がちょっと減りましたよね。今3つ編んだんですけど、細編みが2個分になっています。その隣に、もう一度細編みを1回編みます。はい、で、その隣の細編み2つをもう一度減らし目していきます。隣の細編みに入れて取ってきて、そのままもう一度隣の細編みの頭に入れて引っ掛けて取ってきて、3つになるので、これを1回で引き抜きます。これで減らし目完了です。で、隣も同じく細編み1回で、その隣2つを減らし目、これの繰り返しです。細編み、あれ、細編み1回、隣2つを減らし目、一気に引き抜く、1回、はい、これで7段目の最後の細編みの減らし目ができました。で、最初に編んだ、細編みの頭に引き抜いて7段目が終わります。でですね、ここで
だんだんこのような形になってきましたので、中に綿を、詰めていきたいと思います。一回ちょっとかぎ針を置いてですね、まあこんな綿でもいいですし、この余り糸とかでもいいと思います。私はこれは100円ショップで買ってきました。綿をギュギュッとこの中に詰めていきます。で、このかぎ針の後ろのところでちょっと押してあげるとここまで入っていきます。はい、こんな感じで入りました。まだちょっと入りそうなんですけど、ここで 100% 綿を入れてしまうとこの後がちょっと編みにくくなってしまうので、ここで、まあ、7、8割型綿を入れておくと後々やりやすいです。逆にね、最後に一気に綿を入れようと思っても穴がこうちっちゃいんで入れにくいので、この段階で 7、8割の綿を詰めておくというのが一つのポイントになってきます。では続いて、続きの8段目から編んでいきます。はい、8段目の、一番最初立ち上がりが鎖編み1回になります。8段目は、まず早速減らし目になります。根元にかぎ針を入れて引っ掛けて取ってきて、そのまま隣の細編みに入れて引っ掛けて取ってきて、3つを一気に引き抜きます。で、隣も同じです。と細編みの頭に取ってきて、隣をそのまま取ってきて、3つを一気に引き抜く。これの繰り返しです。ちょっとだんだん編みにくくなってくるかと思うんですけど、ちょっと、まあ、頑張って編んでみてください。このように最後まで、はい、減らし目をしていきます。で、ちょっと分かりにくいんですが、この一番最初の細編みの頭に引き抜いて終わりです。で、ここで最後の綿を詰めていきます。かなり入り口ちっちゃいので、まあ綿をできるだけこう塊にしてあげて、まあちょっと少なめがいいですね。あんまりたくさん入れるとちょっとはみ出しちゃうので、残りのこの、まあご自分の好きな感じでいいんですけどね、このようにかぎ針の後ろでこのような感じで押し込んでいってあげると簡単に入ります。はい、できました。でですね、ここからこのとじ針で閉じていきます。これはね、まあ毛糸とか手芸屋さんとかでも売ってると思うんですけど、今100円ショップでも置いてるところが多いので、そんなに使うことないんですし、100円ショップでも十分かなと私は思います。で、ちょっと長めにカットしました。で、ここからはこれで閉じつけていきます。これの通し方なんですけど、このようにこうやって入れるとちょっとやりにくいんで、こんな感じで先を2つに折ってギュギュッとつまんでから、このように通すとちょっと通しやすくなると思います。はい、で、まずこのかぎ針の穴のところですね、ここに通してギュッと引き締めます。で、あとはまあ、ご覧の通りこういう風に巻きかがりっていうんですかね、
まあ、どんな閉じ方でもいいと思うんですけど、私はこんな感じで外から中に入れて引っ張る。で、次の細編みのところに外から中に入れて引っ張るっていうのを前週やって、で最後にギュギュッと引っ張るとこのように絞られます。で、まあ、この糸端は、まあ、通常通りの処理で中に入れてしまってもいいんですけどね、こうやってこうくるくるっと玉止めっていうんですかね、玉止めをしてその玉をこう中に入れ込んで見えないようにカットでもいいんですけど、まあ、何かに加工する場合はちょっと糸端を残して、まあ、このヘアゴムだったらゴムに結んでからこう中にこう玉止めですね、玉止めをして中に入れ込んであげてもいいですし、まあ、この後の処理はその作品次第という感じで、まあ、様々だと思います。このニットボールいろいろ使えるんでね、いろんな色で編んでみてもらうと楽しいと思います。去年はですね、クリスマスにも白と赤で何色かモヘアのこうふかふかな感じの毛糸で編んでクリスマスオーナメントにもしました。お子さんのヘアゴムでもとても可愛いです。2個でもいいですし、まあ、白とピンクとかでも可愛いと思います。お好きな色でニットボール編んでみてください。以上です。